新しいバイクを作ろうと思ってます。カスタムショーもあります。ボロボロやんけ。走れる状態だ。シートつけたら走れる。せっかく買ったのに、うん、ちょっと問題があって。何？成人とこ、今日は新しいバイクの様子を見に来ました。年始ですかに、発表いたしました。マッドマックスに出てくるバイクを作るっていうね、それで今のなんか車両が見つかったからあれなんやけど、これを見てる人が、うん、マッドマックス1やで、うん、見てる。今時代は令和だからね。いや、前曲79年とか78年やったと思う。だから45年前。45年前のオーストラリアの映画やで。多分俺もうろ覚えけど、うん、メル・ギブソンのデビュー作だったんちゃうかな思って。いや、そうでしょ、うん、年代的に、ね、年代的にの、うん、それで低予算映画なんや。低予算映画やから、うん、おそらくハーレーでやりたかったんやろけど、おそらくはね、はい、ハーレーでやりたかったんやけど、ハーレーはやっぱ高いから、うんうん、それで当時安い日本のバイクで、うんうんうん、大型バイクで、川崎、うん、ホンダを使って、うんうん、暴走族の映画を撮ったという背景やと思うね。ほんでメル・ギブソン、主人公メル・ギブソンが乗ってるパトカーがインターセプターでなんかスーパーチャージャーみたいなのがついたやつを劇中車で乗ってはるんやけど、シーンいっぱいあるし、バイクがかっこええわ。でそれをね、そのままコピー して作ろうと思って。そのトゥーカッターの、トゥーカッターが乗ってたやつ。KZ1000 です。川崎です。で俺も一緒にそれで走りたいぜっていうやつ、うん、早く作れよ今から。俺だいたい4月には仕上げるつもりでおるから。大丈夫か。お前今なら君も間に合うぜ。でいろいろちょっとな、うん、単車が見つかったらしいよ。お単車もな、ちょっとじゃあ見せてもらいましょう。来たで。え、どれです。ボロボロやんけ。まあほとんど変えちゃうんだよね。まあな、うん、絶対マフラーも左出しやで。ああ、知ってます知ってます。勉強しました。あ、ほんま勉強しとる勉強しとる。あそこにビデオ、DVD、 ほんまに DVD で。え、社長見たことなかったでしょ。ないです。え、これマッドマックス、うん、見たことなかった。ないです。へえ。あ、そう。もう一度も知ってはいるけど、ざっくりは。あ、そんな感じ。ええ、はあ、にしてもこれ走るの。いや走んないですよ今は。なんすか。だから4月20日ぐらいまで頼むで。まあ動くように、はい、うん、いや目標じゃなくて絶対な。え、今現状ちょっとどういう状態。現状、まあエンジンは一応かかる。かかる。おお、一応、うん、本当に。でも、いやいや、一応一応な。だからで、まあ、もちろんシートもなし、あれけど走れる状態なの。シートつけたら走れないです。走れない。エンジンがかかるだけで走らない状態で、うん、これ何キロ走ってんの。1万4000マイル。ボロやな。マイル、マイル、マイル、マイル。ほな2万キロほど走ってるやん。これはじゃあ輸入車。アメリカですかね。国内で売ってないんだから。
あ、そうか、当時、あ、そうそうそう、当時750までか、日本は。そんなことだ。それはそうやな。これ何年式とか。1978年。78年っていうことはほんまにその映画映画時代じの時の、ああ、そうやね、だから多分知らないけど79年の公開ということは多分78年7年ぐらい撮ってるから、その頃は新車だったんですよ ね、そうやね、あれが日本での公開は80年代からかな、確か、だいぶ映画の中で見ると短い感じするんやけど、んで短いような気がするけど、どうなんだろう、あの外装合わせてみて、うん、これはちょっとでかいよね、だからそのケツのタイヤがちょっと出てんのがかっこいいわけや。そうなんですか。いや、そうなの。見たんじゃないの。いやいや、かっこいいかかっこ悪いか主観だから。だからケツ、俺はタイヤがやっぱちょっと出てないわけ、うん、出てへんやん。カウルつけたら出るもん。まあカウルシングルになるんでね、短くはなるんで。へえ、今カウルあるんかいな。まあ一応。あ、じゃあちょっと、え、見つけたの、もう早いじゃないですか。仕事珍しく早いじゃないですか。そうそう、珍しく買ったんですよ、もう早めに。どこで買ったの。いや、ネットで。ネットで売ってんの。いやいや、オークションで。あ、オークションで、うん、へえ、やる気やろ。まあ一応ちょっと持ってきます、うん、持ってきて、やる気やろ、やる気やだ。やる気あるじゃん。今日今回珍しく。あ、いやいやいや、あんまないっすよ。気が重いなと思ってんだけど。気が重い？気が重いっすよ。だってやったことないな。あ、そう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 。まずこれがテール。これでっかいね。でっか。でこいつが。もうこれ取るやろ？あ、もちろんもちろん。うん。あ、ほんでこう短くなるわけ。だからケツが出るってこと。うん、だからフレーム切ったりとかじゃないや、これが短い、単純に。なるほどね。いや、多分ですよ、うん、最後合わせていってみないと分かんないんで、うんうんうん、へえ、後ろも合わせられんわな、今な、状態的に。そうっすね。で、サイドがこんな感じ、うん、はいはいはい。熱そうやな。あれ、映画の中でこう、もっと余裕があったような気がするけど。あ、まあ、癖が入るんで。ほうほうほう。なるほど。多分ステーが入って外にちょっと出る。出るよね、幅広く、うん、めっちゃでかいラクダだよ。へぇ、いや、多分アッパーみたいな。これがバカでかいです。え、これアッパーがバカです。これがめっちゃかっこいい。これがあの真っ黒や。うわ、でっかいな。でっかい。まあこんなアメリカンポリスの感じの。そう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 、ね、そう、ポリスの感じ。まあこれウィンカーなんかも、まあウィンカーなんかもな、全部位置変えて、ハンドルなんかも変わって、ステーのライトなんかも多分ライト全然届かへんよ。いやいや、もちろんもちろん。あの、これは後で、奥、いや、奥で入るんで、買う、もっと。あ、なるほどなるほど。あ、そうか、サイドビ、あの、あ、そうか、それがあるから、うん、ホームシリーズで、せっかく買ったのに、うん、ちょっと問題があって。何？これライトの径がこれでかすぎんですよ。ガバガバ。本当は僕ちっちゃいらしいんですよ、ここが。うん、もっとぴったりらしいんですよ、本来。うん、うん、で、あとスクリーンがないですよ、これ。スクリーンない。スクリーンあるもんやと思ってたけど。いや、ないんですよ。作るの。まあ、スクリーン、そうっすね。僕、だからこの辺はもう作るなりなんなりするしかないんですけど、探すなり、うん、それぴったりにしてや、カオル。そう、そうっすね、うん、そうっすね。それ当たり前やで。でっかいね、これ。しかし当たり前やで。スクリーンとぴったりは当たり前で。でもやっぱこれだけでもかっこいいもんね。そうね、すごい迫力になりそうだね。すごいよこれ。そう、多分これカウル付きって、我々世代ほら仮面ライダーのサイクロン号だけど、うんうん、それより全然でかいでしょあれ。でかいでかいでかい、ね、でかいっすね。これは相当でかいっす ね。こうなってくると、これあのトゥーカッターが着てたウサギの革の革ジャンとかも作らなかった。だコスプレもやると。でも春やから暑いよね。まあそこはまあちょっとしばらく辛抱しようか。ただ自分はトゥーカッターって言われて、なんぞそれと思ったんだよ。だいや、もうこれが世間かもしんないよ、政治。マジであんな流行ったのに、うん、いや、マッドマックスはどっちかというとイメージとしてはほら MFP って書いてあるの、あああの青いののイメージだったの。はい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 。
いやいや全然全然、その黒いのが敵やすくで形まるっきり一緒で走ってるの知らなかったんだよね。いや違う全然それは知らなかったっす。あれ今回初めて言われて、初めトゥーカッターって、トゥーカッターって何それっつって、真っ青なだからトマックス見たことない人は知らないですよ。だからトゥーカッターの古文になりたい人たちはあのエンジン色のやつとかいろいろ作って来たらええわ。だ今のところだから未だにだからそのトゥーカッターっつうのがあのマッドマックスのほらポリスのこと何が違うか分かってないんで、色ぐらいのつもりでいるんで、まあまああの厳密に色ぐらいの違いやし、あの役者さん自体はマッドマックス3で、うん、あの水を自分のもんにしてたあの王様、独裁者のあの人。いやもう3見てないでしょ。3見てないです。で、あのでマッドマックス見、ただ詳しい人に聞くと実はライトの出方が違ったり細かい違いがいっぱいあるらしい。今回やる気がみなぎっとるな。珍しい。え？細かい違いがあるらしいです。リサーチしてんの？あ、一応。やる気がみなぎっとるやないか。なんかね、細かい違いがちょこちょこあるらしいですよ。例えば今言ったそのライトの出方が少し出方、うん、なんかあのトゥーカッターっていうのとポリス仕様と、ああそういうことね。そう、ライトが少し違うらしいんですよ。はあ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 。であとはなんかそのマフラーなんかも少し違うだとか、うん、なんか細かいところが違うって言ってました。じゃあその細かいところをちゃんとそのやる気を、一応だから細かいところをその詳しい人たちに聞きながら、あ、いいね、なるべくまあそのできれば原作に、うん、まあ近づけられればいいかなっていう。へえ、いやこれやっぱめっちゃかっこいいな、これこれだけでもね、うん、じゃあこれだけでやりますか。なんでこれ真っ黒塗ってだからシングルシートになるんですよね、うん、じゃあもうこれ黒く塗ってシングルでこれ前このままでいいじゃないですか。いやいやいや、だからあとはまあこれ今の法規制に合わせるのに、うん、ウインカーどうするかとか、ミラーをどこにどうつけたらいいかとか、うん、めんどくさそう。確かに、そうそうそう、だからこれも伸ばしてとか、ここは穴を開けないでしょ。いやいやいや、なるべくだから形を変えないで、うん、まあそのミラーだとかウインカーだとか、うん、そういうのだからまあ日本の車検通るように、うん、まあどうやってったらいいのかなとか、うまくなじませながらね。いや、そうそうそう、マフラーなんかもそうっすよね。あの多分左足なんか売ってないと思うんで。マフラーも作るってことですか。まあまあ作んなきゃダメっすね、多分。お作って、うん、まあ、やっちゃった、まあ、作るよ、やった。これ2ヶ月ちょっとでできるんだよ。2ヶ月ちょっと、いやいや できるんじゃなくてやれと言われたわけ。そうです、そうです。え、結局これいくらでどうすんの。どう、いや、いつかもむしろいくらでやったらいいですか。言うてくれ、言うてくれ。まあまともにやったらやっぱ200は軽く超えるんじゃないですか。あかん、それはあかんわ。俺あの150万で決めてるから。俺が全部でね、単車も全部、これも込み全部、トゥーカッターになった状態で150万って決めてるから。いや、それから150万で頼むで。いや、ダメ、罰出した、罰シカトされて150万で頼むで。それは150万やわ。まあまあ、バイクに200、こんな1万5000マイル走ったバイクにな、うん、1万2万キロ超えてるわけやで、うん、1万5000マイル。そんなん言ったら業界相場ぶっ壊しモードする。あ、いや、この状態でそんなそこまではしないけど、うん、まあ、直し込みでまともに乗ってる、乗れるようにしてったらそれぐらいは、うん、かかるじゃないですか。200兆円ごめんなさい。 いいよ、仕事やから。はい、150万な。はい、はい、150万しか払わないから。俺それは何やもんだと思う。はいはい、それはもう俺も150万しか払わない決めてたから、150万とか言うが。まあえ、いいの社長。まあ今回もちょっと一応なんだろう、鉄工屋さんとかステを作ってもらったり、うん、まああとカウルも茨城も、うん、いろいろパーツ作ってるところにお願いしたりとかで、まあ、いつもと違うやん、やる気が。一応なんとか
あ、いろんな方のご協力を仰ぎ、そこでちょっと経費を浮かしながら、そう、あの今あの大変な芸人さんを助けるつもりでお願いしますっつって、うんうんうん、そうや、うん、ほんまに、じゃあもう今日も150万春で買えるから、すか、はい、引き返せなくなっちゃう、はい、もらっていいですかこれ、なんで、一括、だってそれ払えるで、それ一ヶ月一括作ってそれは払えるじゃん。行ったね、行くよ行くよ、あんなボロに行ったね、しゃあない、だって全部作ってくれんの、あれカウルって日本製なんこれ、それはなんか多分チェコとかそっちの方だと思う、かっこええ、チェコ、うん、あ、いやなんか原作がこれアメリカとかじゃないですよね、映画オーストラリア、そうっすよ、うん、でオーストラリアでカウルとかなんかその当時作ってたのも、うん、なんかそのチェコとかそっちの方で作ってたって話なんですよね、じゃあ映画の中のやつを作ってた会社のやつかもわからないってことや、まあではないですね、ではないんかいな、ではないです、あ、だいやだったらこの間じゃ買えない、あ、そう多分、いやでもちょっとテンション上がるな、でも当時は本当に原作に使われてたものと同じものが売られたらしいっす、うん、なんとかっていうメーカーで出してたものらしいです、すごい社長、やる気やな、やる気満々じゃん、いや調べたわけです、調べたわけ、やる気はいつも変わらず、いや前そんな調べてなかったよね、全然そんな GS の時そんな感じじゃなかった、いつまでも作業入んないし、サーフィンばかりって寒いからっすいやいや、それが今回はやる気ちょっと、いやだってそんな香りがもうあるなんてことなあ、ある想像だに千円スピード、うん、まああとはね、見た目がマッドマックスの個人的に好きなんですよ、ああなるほど、まあ、見て見てやる気が出たと、あ、そうそう、 GSL こっちの方がまだモチベーション的にあの完成したらかっこいいだろうなっていうのが、いやいや、ね、完成したらかっこいいだろうなの空気がこっちの方がやっぱり、これであっちこっちツーリング行くから頼むで、ツーリング行くからにはでもこれ当然古いしこんなだからだいぶ手入れが違いますね、だいぶ手入れしてだから150万だよ、いつまで、4月20日までで、あっちこっちあのツーリング行く、北海道も行くし、これで言っちゃって大丈夫ですか、北海道でなんて、でもあれだね、だから俺今ふと思ったけど、うん、こうバイクを買う人って、はい、こんな状態で、よく買えるなって思っちゃうけど、あ、いやいや、それはプラモと一緒やろ、うん、そう、だからもう一緒じゃないです、他にも同じ車種があるかもしれないのに見比べずに、もうスローライフさんが見つけてくれたところでもう買っちゃうんだね、いや違うやん、え150万でやってくれるとこがないからやん、そういうことか、あめなそれ言うな言うな、そういうことか、なるほど、これも150万でやる、どこもないか、ここだけやんな太っ腹、俺だから一択やから、これスローライフ一択やから、ちょっと待ってスローライフ太っ腹、車検代とも込みってことですよね、全部やってたから、あ、全部、ああ塗装も全部やって、マフラーも全部やって、いやそれ聞いてたらさ社長がちょっと気の毒になってくるわけですよ、いや気の毒になってください、うん、ちょっと待ってよって、いや全部きれいにするってレスター状態だもんね、ここでみんな単車こうだってくれいやでもやることいっぱいあるんださあ全部で150万ええ買いました、いやいや俺ちょっと本当はえあとかとかいいな、あ追加がね発生するかもしれないもんね、社長的に請求できなくなっちゃうじゃん、いやもうハロタって言うからハロタって請求できなくなっちゃうじゃん、ハロタって言うから、怖っ、いや最高やで、でもこれじゃあほんまに、じゃあはいハロタンで、はい、頼むで、はい、これで全部ハロタン領収書は、領収書はで、あのメールで来るから、ああそうか、ああメールも、うん、おおさあやべ、気が重くなってきた4月20日までに、
4月20日ってそうなんだから、これでもほんまここパクリに来んなよほんまに。俺のトゥーカッターを。ああこう情報は開けてるからな。うん、ま、セキュリティもちゃんとしてるからここも。いやっていうか普段人がいるんで大体夜もちょこちょこ。うん、あそうですか。ほんまこれでも4月20日。ああ4月20日。4月20日。うん、いいな。お2ヶ月ないんだ。え2ヶ月あるよ。2ヶ月？2ヶ月。あ、だから10週間13週間短っ。いや最高や。いやダメだったら急いでこれエンジンまでやんなくちゃいけないっつうのはちょっとね。マフラー左出しにして。そうそうそう、その辺もねかっこいい。カウルつけてからになっちゃいそうだからな、それ。ああつけてからなんだ。いや多分、いやでも大丈夫なのかな、どうだろう、アンダーカウルなんかがあるからマフラーの取り回しなんかちょっと考えないといけないかもしれないっていう。かっこええわ。 GS400 ね、湘南爆走族仕様に続いてコスプレバイクマッドマックスのトゥーカッター、これ4月20日仕上がります。乞うご期待やで。仕上がりますってチェコのパーツでこれね、日本で作るんですよ、ね、あそれで日本で作る、うん、あそうですよ、これをまああそうだ、ライトもぴったり合わせなあかんから、そう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 、一応これを型ベースにはするけど。なるほどなるほどなるほど。まあ見ての通りこれボロボロなんで、ね、はい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 、あのこれをちゃんと型を一回取り直して修正しながら日本でサイズを作るんですよ。あ新しく作るのこれ。新しく作るんです。せいじ150って嘘やん。いやだから150しかあると、もう全部あると。だからそれはちょっとあの指令の業者さんにちょっと手伝ってもらいつつ、うん、はいはい、やっとこれFRP 加工やってないんで、最高です。のが仕上がります。あとはまあステーも全部ワンオフで作ってなくちゃいけないんで、これをつけるね。そう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 、それもだから原作見てもほらそんな細かいディテール載ってないんで、うん、それもだからちょっと調べつつ、うん、大体こうだったんだろうっていうのも含めやってかなくちゃいけない。トゥーセッターやで、トゥーセッター。もうなんだかわかんないですよ、このディックと。しか入ってないトゥーセッタートゥーセッター用のバイクがいや最高や。まあでも出来上がりかっこいいことはかっこいいですよね。いや絶対かっこいい。相当迫力出そうだもんね。イエス。また新作公開されるんですよねこれ確か。そう、たまたまな。あ、ほんとほんまほんま、あ、知らんかったやろ。あ、知らんかった。俺も言うてたら、うん、あの作ろうかなーって言うてたら、うん、あの新作公開みたいな。あ、今年？いや、まあ、今年じゃないんですけど、なんか自分、うん、内容調べたら、うんうん、なんか新しいのが出るみたいなことが書いてあったんで、今から出るんだみたいなのがまた新しく。いや、だからそれぐらい人気あったよ。